こんにちは。今回は前回のこのモチーフに、まあ、つなげていくところの動画を撮っていこうと思います。で、前回のこちらのモチーフの編み方はリンクを載せておきます。よかったら見てみてください。で、同じ編み方で、まあ、糸もご紹介してますね。同じ編み方で3枚花びらを作ったところです。で、この玉編みしたら鎖編み1つして、今止まってるんですけど、この鎖編み1つしたところで輪を大きく出して、で、この表プクプクっとした方を表に見せて、で、2点で留めていこうと思うんですよ。今1点のところを1つどこにつなげるかっていうのを、この色の入り方で見てもいいですよね。ここにつけようと思うので、これで、まあ、どういうつなげ方でもいいと思うんですけど、外表の状態で、で、この出来上がってる方、この玉編みの上に同じように鎖編み1つしてると思うので、ここに、この表出来上がりから取ります。で、今、大きく開けた輪を取って、で、引き締めて、引き抜きでつなぎます。これで、あとは鎖編み3個して、今までと同じように編んでいきます。鎖編みを1、2、3。一回ぐっと止めておこうと思います。で、3個したら、まあ、こんな感じで、後で、なんていうのかな、この裏表はちゃんとしていくので、まあ、ブラーンとなってもいいと思うんで、これで、この玉編みの根元、ここに針を入れて、こういう風に引き抜きます。ぐっと締めて、で、またこの糸を、巻き込みながら編んできたので巻き込んで、次のところ、針を入れて、この編み方も前回お伝えしているので、こちらでゆっくりお伝えしているので、よかったら見てみてください。同じように玉編みを編んでいきます。ここで、同じところに、未完成の長編みを7個。3。4。5、6、7。7回って決めたら、ずっと7回で編んでいきます。で、引き抜いて鎖編みを1つしたら、輪を大きく出して、2点で止めていきたいので、次はこちら。ここに止まるんだなっていうのを見て、また外表で持って、鎖編みで開いた花のところに針を入れて、で、輪をかけて、これで繋いでいこうと思います。で、一回ぐっと締めて、で、ここから鎖編みを1、2、3。で、こちら側の編んでたところに戻ります。この同じ目に針を入れて糸を持ってきて、箱で引き抜きのところでぐっと締めて、同じように2つ編んでいきます。はい、こんな感じで2つ後編んできて、で、最後は前回と同じように終わります。引き抜きで割って、で、ここで鎖編みを1つして、ぐっと締めて、で、糸を10センチぐらい残してカットして、で、前回と同じように糸処理をしていきます。はい、こんな感じにつなげてみました。今2点だけ止まっています。で、これでつなげるものによっても違うんですけど、まあ、こう、普通に横につなげていく場合は、今みたいな感じで、2点で止めていくんですけど、まあ、丸くしたりとか、まあ、いろんなこう幅を持たせたい場合、まあ、その時は1、2、3点で止めるので、まあ、それを今からお伝えしていこうと思います。まあ、同じなんですけど、まあ、この一つの花びらを編んだところでお伝えしていきます。はい。こんな感じ一つできて、二つ目の玉編みの鎖編み一つしたところです。で、輪を大きく出して、で、この表なので、まあ、表をこうつけた場合、まあ、想像してみると、まあ、どこをつけようかなと思ったら、この順番でつけていきます。なんで、ここを、この、何て言うかな、外表か。外表で取って、この、こう、こう、こうつけていくので、ここの外側の玉編みの上の鎖編み1つ目、ここを同じように取って、で、輪をかけて、さっきと同じようにつなげます。あれでつなげて、で、この、ぐっと締めて、鎖編みを1、2、3目して、で、同じところに針を戻して、で、糸をかけて、引き抜きます。で、ぐっと締めて、
でまた同じように玉編みを編んでいきます。次のところに針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。ぐっと締めて鎖編みを1、2、3って感じを同じように玉編みを編んでいきます。はい、こんな感じで同じように玉編みをしてきたら、また輪を大きく出して、で次ここにこの2点がついているところを持って、まあ、こういう風に、まあ、どういう感じでもいいんですけど、この入れやすいところ、2点がひっついているところ、ここに針を入れて、で、輪を持ってきて、輪をかけて、で、一回ね、この輪をこう引き締めておくと取りやすいです。これで、糸を持ってきて引き抜き、これで止めて、一回ぐっとこう締めて、また鎖編みを1、2、3でこちら側の玉編みに戻ります。で同じ目に針を入れて糸をかけて引き抜き、であと1点止めたいので、また同じように玉編みをしていきます。次のところに針を移動させて玉編みを編んでいきます。はい、こんな感じで同じように玉編みをしてきて鎖編み1つしたところです。でまた輪を大きく出して左手で持っておいて、で次はここにつなげたいので、また表からこう針を刺して、針を刺して輪をかけて引き抜きます。こんな感じで3点が止まりました。であとは同じように最後まで玉編みを今1、2、3、4つ編んでいるので、あと2つ編んでいきます。はい、こんな感じで3枚つなげて糸処理もなくしてきました。裏はこんな感じになっています。表はぷくぷくしてて、こちらめちゃめちゃ可愛いです。でこのまま同じ色の花びらでなんか作っていこうかなって思ってここまでご紹介してきたんですけど、まあで、まあ、色を変えた方が1枚ずつくっきり花が見えて可愛いかなってちょっと思ってきて、まあどうなるかわからないんですけど、また次の動画、まあだいぶ先にはなるかもしれないんですけど、よかったら見てみてください。でこれ以上ね、大きくしたい場合も同じ要領で、まあ、ここにつなげたい場合は1、2、3点つなげて、こんな感じにつなげていくと、まあどこまでも大きく広げていくことができるので、よかったらやってみてください。でちょっとね、まあサイズ測って意味があるかわからないんですけど、こういうところとこう横につなげた場合サイズを測っておこうと思います。ここはね、だいたい8センチぐらいで、横につなげるとだいたい9センチぐらいになっています。何か参考にしてみてください。いろんな色で編んでみてください。こんな感じにつなげてマットとしてもこう使えるかなと思うし、こちらね、あのセリアで購入している羊ちゃんナチュラルかな、なんかそういうのを使ってます。これもね、この3色で作ってますね。こんな感じでまとまるし、まあ、3色でね編むのが結構まとまるかなって思うんで、まあ、3色で作っていこうかなと思うんですけど、まあ、いろいろ考えて、あの何か作品に仕上げていこうと思います。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。